おお、すげえ、超綺麗。袋詰めにされた昆虫を売買する男たち。ここに話になる勇気。いいと。この子にさ、ちょっと、首になんかついてる。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ナースブリッジの北川です。今日はなんと念願の僕の夢が叶うかもしれないということで、そのきっかけを作ってくれたお名前をお願いします。宇都宮です。宇都宮さん、マレーシアさんでしょ。マレーシアさんです。記録家で働いてる。今日は記録家にはおさぼさぼってないです。今日はお休みです。やばい。今日はマレーシアの僕らですね、経営から4時間くらい車で行ったところ、キャメロンハイランド、はい、カブトムシ、クワガタの聖地、そこに行って現地のプロのカブトムシハンターの人と合流して、我々の狙いとしてはなんと、あのモンスターハンターにも出て、皆さん知ってると思うんですけど、大判オニクワガタを取ろう。そうですね、あれ食べたいね。意地でも取ったよ。そうですね、レズノ、レズノ方針があるんですけど、今日は中年まで、そこで一泊で出て、まあ大判オニクワガタと硬化させて、ターゲットは香港にクワガタと硬化させるんですけど、何か食べるでしょうか。どういうきっかけでそのカブトムシを食べるんでしょうか。うちのスタッフのおじいちゃんが、ちょっと食べちゃったんですけど、なるほど。そう、この前ちょうどこの店で新種を作る時ばったりなんで、そんなクワガタの話をしたら、実はうちのスタッフのお兄ちゃんがまた言ってて、マジでっていうところから今日思います。まさかのうちの息子も今日行きます。学校2日間サボってのカブトムシ取り。学校はちゃんとサボっちゃダメだぞ。ただ授業よりも大事なことは人生にたまにある。そのうちの一つが黄金にクワガタを取るという経験だからね。頑張ろう。北里洋平探検シリーズ、幻の黄金にクワガタは実在した。出発が遅れ気味ですが、今からキッドビンタンを出てキャメロンハイランドに向かいます。一路聖地キャメロンハイランドへと向かう北里探検隊。果たして伝説の黄金オニクワガタとは出会えるのだろうか。しかし一行の出花をくじくかのごとく、周囲は次第に雨模様に。雨やだね。文字通り雲行きの怪しいスタートとなりそうな北里探検隊。はい、4時間弱の移動からやっと着きまして、今日はここでホームステイっていうこと、ホームステイとか多分ホテルじゃないんですかね。着いたここはキャメロンハイランドっていうところで、松本清張の赤い絹の舞台だった。熱い絹俺今何つった。赤いって言いました。赤い、惜しい。読んでないのがバレる。じゃあちょっと長旅で疲れてますが、から一回部屋に入って準備して、で5時からご飯を食べに行って、そこからカブトムシ取り行きます。頑張りましょう。頑張りましょう。雨だけが不安。ちょっと降ってる。これ今日取れないと第2章っていうのができます。ホテルではないんですが、この街の向こうに伝説の黄金オニクワガタはいる。果たして昆虫の女神は我々に微笑むのだろうか。はい、キャメロンハイランドでとりあえず飯を食おうということで、ビートルのビー、ビートル、マレーシアでおそらくここのチャイニーズレストランが一番うまいんじゃないでしょうか。いかがですか。そうですね。この店の名前は、ハエが常に700匹ぐらいいるんですけど、こんなそりゃハエも来るわなっていうぐらい美味しいですね。どうですか。じゃあ、ゆきくん、ハエ美味しいですか。ハエ美味しい。
ご飯と一緒にハエを食べてる。ハエと一緒にご飯を食べてとか。ご飯と一緒にハエ。これからカブトムシを取るところの入り口まで行ったんですけど、そこでそもそもカブトムシを売ってる人たちがいるという。カブトムシの聖地でカブトムシを売る売人と接触を試みた。おお、すげえ、超綺麗。袋詰めにされた昆虫を売買する男たち、目の前で売買されるカブトムシやクワガタを見て、嫌がおうでも期待の高まる一同。おお、これ黄金に。そうそう、ついにカブトムシ取りに行きます。なんかすげえ取れる気してきたね。予感がするね。 OK、 行きましょう。はい、行きましょう。頑張りましょう。今から2時間ぐらい歩くと結構。そうだよ、こっから12時まででしょ。2時間ぐらい。2時間ぐらい。ここがやっぱりカブトムシ村の大工。すごいね。小学校の頃から夢にまで見た海外のカブトムシを撮りに行くんですね。叶いそうだ。楽しみだ。プロの興味狙いは、うん、狙いはフナムシだ。でかいな。体調が一番でかいライトで。行きましょう。行きましょう。ついにカブトムシ取りに出発する北里探検隊一同。果たして黄金オニクワガタには出会えるのか。俺はすげえ冒険だ。深い森の中へと足を進める一同。昨日、おとといはマレーシアのリンクを釣りに行って、その前は毎月に虫が釣りに行って、今日黄金クワガタを釣りに行って、なかなかすぐ横には激しい流れの川が。足を踏み外せばひとたまりもない。人知の及ばない大自然の中、一同はひたすらに突き進んでいく。これやばいね。想像をはるかに超える道のりに言葉を失う隊員たち。我が子の安否を気遣う父北里。熟練のカブトムシハンターたちに誘われ、深い森の奥へと向かう隊員たち。思いはただ一つ、この森のどこかにいるという幻の黄金オニクワガタをこの手で捕まえたい。そしてついにゾウムシです。黄金オニクワガタではないもの、初の獲物を手に入れた探検隊。間違いない、この森は昆虫たちの天国だ。待っていろ黄金オニクワガタ。その時めっちゃでかい。なんて雲、巨大な雲と遭遇したコロ隊員。もし毒蜘蛛であればひとたまりもない。いやー、舐めてたな正直舐めてたな。ちょっと準備朝の2時間でちょっときついなそう、もし万が一ガイドとはぐれてしまえば、この深い森から脱出する術はない。まさに文字通り命がけの探検。これ一人になって電気使えなくなったら終わるね。完全に。どうしよう。その時またもコロ隊員が叫んだ。あ、来た、来た。え、いるよ。どう猛なる吸血ヒルが一同の前に現れた。あ、これヒルなんだ。でもでかくなると思う。なんか僕の想像してたのはもうちょっとナメクジタイプのもの。いや、ピー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 の。あ、そうなんだ。あ、今しんがりのハンターさんから七色に光る虫をいただきましたけれども、あ、なんで生きてるかわからないと大阪に言わせしめたバイバイしましょう。さよなら。数多くの昆虫たちに出会い浮き足立つ隊員たち。だがその時トラブルが発生する。ライトの部品がうまく噛み合わない宇都宮隊員。密林の中で光を失うことは命に直結する。噛まねえ。先行するガイドは徐々に離れていく。やばいやばい、死ぬ死ぬ。これは開けた。危機一髪、難を逃れた。アホみたいに木高いんで、この上にいるんじゃないですか。見渡せばどこにでもカブトムシがいそうな大自然。だがまだカブトムシもクワガタも我々の前には姿を現さない。果たして黄金オニクワガタには本当に出会えるのか。その時宇都宮隊員が何かに気づいた。小指の爪ぐらいのそのカブト
クワガタがいます。ついにクワガタが我々の前に姿を現した。一気に湧き立つ探検隊員たち。あ、取れる取れる取るよ。はい、初よっしゃ取りました。初見てくれ、ちっちゃ。でも紛れもなく、紛れもなくだよ、クワガタです。ちっちゃ、ナイスゲットです。ついに念願のクワガタをゲットした北里探検隊。その時ざわめくカブトムシハンターたち。何がいるの？え、カブトムシいる。マジで？カブトムシハンターによれば、この木の上にカブトムシを見つけたという。一気に臨戦態勢となるカブトムシハンターたち。どこ？どこで？全くわからん。暗闇の中、カブトムシハンターには何が見えているというのか。おー、靴下で、靴下で追い気になるの？職人芸？ここに話になる勇気。いい、おっと、レベルが高い。なんと、裸足で木登りを始めたカブトムシハンター。頑張れ。その時、おっと、なんか刺された。カブトムシハンターの左手に激痛が走る。しきりに左手を気にするカブトムシハンター。熟練のカブトムシハンターといえど、毒虫に刺されてはひとたまりもない。だが勇敢にも木に登り続けるカブトムシハンター。果たして獲物ゲットなるか。だがおもむろに木を折り始めたカブトムシハンター。熟練のハンターをしてもカブトムシの捕獲は容易ではない。頭上からはカブトムシがせせら笑う声が聞こえてくるようだ。人間よ、取れるものなら取ってみろ。これは我々自然とお前たち人間との勝負だと。ちょっと見えてる。全然誰が見えてる。膠着するカブトムシハンター。その時新たなる脅威が迫る。ついに恐れていた事態が。え、ヒル血吸われてる。本当だ。え、取るの痛い。最年少のコロ隊員が吸血ヒルの餌食となった。いや、やだやだ。無理やり剥がせば感染症の危険もある吸血ヒル。一同に緊張が走る。塩を振りかけ吸血ヒルを弱らせる。果たして取れた。あ、取れる。苦しんでる。苦しんでる。のたうち回る吸血ヒル。あ、そして取れた。取れた。九死に一生を得たコロ隊員。黒い点があったらヒルだから。ほくろはいっぱいある。ない、ない。大自然の中において我々人間もまた獲物であることを自覚させられたのであった。次回予告。え、そんな一同の前に現れたのはクワガタか、それとも寄生するキノコ。寄生キノコ。残りわずかの水、果たして探検隊は生きて帰れるのか。伝説の黄金鬼クワガタには出会えるのか。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。全ての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトのすべてを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか。
白なのか。それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースヴィレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.